こんにちは、眠たそうなアキト君を見に来ました。画面越しの YouTube ユーザーの皆さん、あ、待って、これ、よく見たら眠たそうなアキトの左側、これ、おはようのやつじゃね？交わっちゃいけなそうなエリア会話が交わってるんだけど。はい、ということで、本日の動画はですね、お知らせを開いてもらうと、復刻が来てます。で、いつも通り復刻とランダム復刻が2種類開催されてるんで、現在プロスカには復刻ガチャというものが3種類開催されているということは急ピックですね。ここまで息継ぎしてません。そして毎月当チャンネルでは、その限定9名ね、ゲットしたら何ができるんだとか、すでに過去開催されたガチャの復刻なんで、僕は持ってるイラストとかもあるわけですよ。それを皆さんと一緒に見て、なんなら最後そのヘアチェンで 3DMV も見て、このガチャ引くべきかどうかっていうのね。まあ、僕は引いた方がいいよって大体言うんだけど、ぜひ最後まで見ていってくださると幸いです。早速ですね、この動画ではまずガチャの方を引いていこうかなと思います。はい、復刻が3つ開催されてます。重い奏でるワーチングマーチングですね、すいません、ワーチングパレードガチャ、そしてインペリアルソルジャーガチャ、そしてスイートキュートバレンタイン。なんですか、このスイートキュートバレンタインに関しては僕3ピック揃ってます。はい、何連してたんだろう当時、まあ、出てると思うんですけど、なんかこんくらい引いて、まあ、全員揃えてましたね。はい、でこちらのインペリアルソルジャーに関してはトウヤくんしか引けていません。はい、こちらのトウヤくん、なんでルイくんとカイトさんですね、持ってないんで、まあ、10連ぐらいは引こうかなって感じで、思い奏でるマーチングパレードに関してはこれ4ピックだ、そう、これ4ピックの限定なんですけど、レンくんとミクですね、引けてます。で、ルカさんとリンちゃんが持ってないといった現状になっています。なんで、まあ、この2つのガチャを冒頭ではとりあえず12連か、納税も含めて12連はやっていこうかなと思って、もうやっていきますね。まあ、あまり物欲が今のところない。今なんか誰かめっちゃ欲しいとか、まあ、ルイ君は欲しいな、ルイ君めっちゃ欲しいとはあるけど、まあ、でもなんかあまり物欲なく引いていけるんで、まあ、星読んでるんじゃないかなと思ってますね。初音、初音さん、いつも初音さんって言ってる気がするんだけど、僕もうここ4年間ね、ホナッチが頑張ったからだね。今日のピックアップにホナッチはおらん。そしてこちらのインペリアルソルジャールイくんですね。あ、なんかメガネかけてるんか。逆に物欲ありすぎるパターンね、引けるんじゃないかなっていうところ狙って納税から。物欲ありすぎたら引けるわけないんだよな、今思えば。今まで引けた試しがないんだけどね。星4 ロードって入るの？入るよね。でも新規だから言っちゃえば未所持だから入るよね。ってことはこれトウヤくんだったらちょっとやらかしてますけどね。1連目と3連目、はい、初音ミク、もうボイス聞くのまあまあ珍しいだろ、逆に珍しいだろ、4年前の司くんのボイス。僕こういう仕事は苦手ね、うん、普通にすり抜けたカイトさん、普通にモアマージャンプのカイトさん、準決勝です。あ、いや引けようよ、星4出したんだったら引けようよ。それではここから衣装の方をご一緒に見ていきたいなと思います。ワンダショーミクさんですね。はい、こちらのヘアスタイルが解放されるんで、っていうかこのヘアチェーンしかワンダショーミクさんは解放されてないんで、ワンダショーミクさんのヘアチェーンを解放したいって方はマーチングパレードガチャ、まあ、引いて、いやつっても難しいけどね、4ピックされてるから。で、衣装も可愛らしい衣装となってるんで、ぜひゲットしたいって方は、まあ、今しか復刻されてないんで引いてみてはいかがでしょうか。そしてレン君はこんな感じで、ヘアスタイル解放してなかったんで、この後解放しておきますねこの後解放するんだけど、こちらのヘアスタイル後ろくくってますね。で、MV が見ることができるんでよろしくお願いします。で、あとは僕が持ってるバレンタインの方も見ていきますか。さあ、いちかちゃんね、ロングのヘアチェンだったら僕は好きな部類に入ります。はい、まあ、ショートの方が全然1周年の方が好きなんですけど、衣装画面では鋭利な刃物みたいなことができるんで、まあ、ぜひ着せてね、 MV とかも、まあ、この後も見るんですけどよろしくお願いします。で、衣装はバレンタインの衣装なんで、なんて言うんですかね、チョコレートっぽい色合いの、なんかよく見たらいちかちゃんこれ指ハートしてない？絶対今着眼点そこじゃないんだろうけど。来ました、ねねちゃん、ショートなんですよこれね。めちゃくちゃいいでしょ、めちゃくちゃいいんですね。いや、まあちょっと前あったジュンブラのヘアちゃんも僕は好きなんですけど、こちらのバレンタインも当時弾けてからは MV ずっとこれで見てたりもしてたんで、僕の中ではおすすめです。いや、このヨイサキさんも弾けた時はめっちゃ見てた。え、でもね、ヨイサキさんはヘアチェンがね、割と好きなヘアチェンが多いんで、まあフェスゲームもそうだけど、まあショート、このヘアチェンの後に、もっと好みなショートも出たんで、そっちも進めたいんですけど、現在開催中のガチャということで、引くという方はよろしくお願いします。トウヤくんはかっこいいね。これ衣装もかっこいいし、よく考えたらこのランダム復刻ってさ、ホワイトデーとバレンタインがランダム復刻で選ばれてるんだけど、絶対ランダム復刻じゃないもんね。これとこれって選んでるもんね。まあそんなことは置いといて、ヘアチェンの中でも、まあ一番好きなのは目隠れてるやつなんですけど、まあその次って言われたら、
こちらのインペリアルソルジャーガチャでゲットできるトヤくんなのかなって感じです。で、話を戻すんですけど、さっきレン君をね二突してヘアチェンを解放して、まあ、MV 見たいんでね解放しようかなと思うんですけど、準決勝控え室にいっぱい貯めてるんで、もうこれ全部やっちゃいましょう。ずっと持っててもしょうがないし。僕今控え室、まあ、監禁所を覗いたら思いの準決勝32個あるんで、まあこれ全部変えていこうかなって感じです。やっちゃいましょう。アキトくんとかまだ別にいるんでね。お、いい感じになってきたな。じゃあ最後に、今回限定9ピックされてるんですが、そのうち僕6イラスト持ってたんですが、まあ、男女比とかも考えて、ミクさんちょっとお休みで、MV はですね、キラー見ようかなと思います。はい。なんかバレンタインっぽい曲なんだろうとか思ってたんですけど、ま、いろいろ考えた結果、キラー、そして、キラーですね、配置。こちらもいろいろ考えたんですが、この MV 面白いですね。みんなセンターポジになる瞬間があるんで、まあ、割とどこに誰置いてもいいんだっていう結論になりました。まあ、ただその中でも考えた配置となっています。もっといい配置ね。試行錯誤すれば出てきそう感もありますけど、最後にこちらの MV 見て皆さん弾くかどうかね悩んでるという方への後押しになればいいのかなと思います。よろしくお願いします。それでは見ていきますか。というか、まあ、魅力を伝える今回のヘアスタイルたちのねキラーで、この曲は何のヘアチンでもまあ魅力伝わるのかなと思いますよね。伝わりますっていうか、トウヤくんだけ身長めちゃくちゃでかかったけど今いいね。いや、髪の毛突き破ってたけど、こういうのは言っちゃいけない。多分こういうの言っちゃいけない。かわいい、あーかわいい。いやでもなんかそれのぞい、なんかかわいいってなっちゃうよね。あいやなんか久々に MV の動画撮ってるから、ちょっとどういう反応すればいいかわかんないから、ここはすごく好きな瞬間。パシャ今いいよねとかすごいよねとか、いいよね、もうこれぐらいしか言ってない気がする。オーディオコメンテーター下手になってるよね多分。オーディオコメンテーター明らかに下手になってるよねこのダンス好き、俺このダンス好き。でもまあ今までもこの YouTube 人生6、7年かパッションだけで生きてきたからね。でこれね、配置が、まあ、身長差なかなかずれてるし、もっといい配置あるんじゃないかって多分思われる。でも、しずくさんのポジションは、トヤくんにしたいじゃん。これもあるしね。うん、ここでセンターに回るし、レンくんは、はるかちゃんのポジションでこのウインクが見たい。ウインクが見たかっただけ。うん、いろいろ考えたけど、もう自分の見たいところを優先しただけですね。まあ、いいね。ヘアチェン何も触れてなかった。多分俺今日ヘアチェン何も触れてなかったけど、ご視聴ありがとうございました。ぜひ弾いてください。